そして選手としての最後の舞台としてエキシビションお台場の後に特別企画が用意された。本当に昔懐かしいこの折戸学が最初に乗った RSR カラーの80スープラに乗って最後のメモリアル追走をやろうかと思います。いいですね。そしてそのメモリアル追走の相手、いりますね。まずは平島明なんだろう。そして今村陽一、さらには川端雅人この3人走ってもらうことになります。折戸さん、最後のメモリアルこの追走、まずはこれ平島明というのは、ここ1年、ここ1年、2年ですね、非常に頭角を現してきていて、若手の代表として、ぜひ最後、なるほど、そう見込んだ男なんですね、この平島がね。さあ、そして今村陽一は。やはり今村陽一、川端はもう本当に D1 界をこれからもね、引っ張っていく選手なので、あとあれですね、今年の恵比寿優勝したとき、折戸学優勝したときに、最後、ちゃんと走ってない、これ、もう1分やんなきゃいけないと、ですよね、そして川端選手もやっぱり、今日優勝しました、今年のチャンピオンですからね。ですよね。これが見納め、メモリアル追走、3番勝負。本来は86でエキシビションマッチを戦うはずだったがエンジンブローでリタイア、代わりに運ばれたのがこのスープラというのも何か運命的なものを感じさせる。最初の対戦相手は去年今年と成績急上昇中のホープ平島。さあ今両者がスタート、折戸先行、あと平島明。さあ折戸のメモリアル追走の1本目。さあ平島が後ろからガンガン詰めていく。さあ先行の折戸もいい。さあこのマシンで、そして今ここも平島グリグリいく。そしてさらに抜いてもう1回差しに行くが、ここは差し込めない。あのスープラ折戸学っぽいなね、かっこいいですね。いや全然今でも通用する感じの走りしてましたけどね、今ね。古い車だけどね。続いてスーパーカー LFA を狩る今村陽一との対決、どんな走りを見せてくれるのか。さあ来た、折戸の先行に合わせて今村 LFA 入れるかどうか。入れないぞ。折戸が逃げる。さあここは今村捉えたか。そして抜いてもう1回入れるか。どうだ。折戸が逃げる。すごいじゃん。車もドライバーもまだまだ一流。いけるんですよ。最後の対戦は世界最強と言っても過言ではない 3号GTR2015 チャンピオン川端。セレモニーとは思えない本気の走りを見よう。最後のメモリアル追走相手は川端雅人だ。さあ来た、折戸に川端が入れるかどうだ。さあ逃げる折戸、ここは右に川端も最後だと見た。もう3回、そしてもう1回川端入る。ここは最後はきっちり折戸に詰めていった川端。先輩への礼儀だね。そうですね、全力でやるっていうのがね、今の実力を全てぶつけていきました。そして文字通り最後の走りは折戸を先頭に来年のシード8人が団体走行。来た。さあ折戸を先頭に、うわーすげえ団体乗り、これ大丈夫か。内海の後ろ末永直人、さあコースじゃないとこ行ってるよ。なんかもうルールも何もありません。折戸学を先頭ですから、あとはみんなついていくだけ。さあ最後の折戸のパレードランはものすごい団体乗り、すごいスピードだ。後ろで見える、やばいよこれ。さあこれ今のこの時代のトップドライバーを引き連れて折野学、最後は団体取りを決めました。本当に最後にね、最高のステージをありがとうございました。でみんなも寒い中本当ありがとうございました。今までいろんなドライバーのいろんな形での引退に携わってきたと思うけど、まさか自分がこの立場になるのが今日来るって。まあそうですね、まあ、ただ僕の場合まだレーシングっていう世界が残ってるんで、もうとにかくそっちを集中してやっていきたいな、はい、で、まあ、ドリフトは一度こういう形で引退するんですが、若手の選手とかが本当にいい形で育ってきたんで、はい、僕の場所はもうその今現状だと必要なくなってきたのかなと。なるほど、はい、別に決してドリフトをやめるわけではなくて、この世界から離れるわけでもないので、はい、まあ違う形でね、ですよね、はい、携わっていけると、やっぱりドライバーを一度降りることによって、はい、また僕の力をいい意味で発揮できると思ってるんでね、はい、最後、走りました、本当にですね、若手がたくさんいる中で、まあ、僕を選んでいただいて、本当に光栄です、はい、なんで、もうこれからの、まあ、D1 で、まあ、もっともっと頭角を現せるように、今日折戸さんと走ったことを、もう真剣に僕は走ったんで、それを忘れないように、これからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、さあそして今村洋一選手、はい、まあ、僕はレースも少しやって折戸さんね、いろいろと教わりながら、まあ、逆にね、たまに叱られながらね、いろいろやってきて、まあ、最後ね、今一本走ったんですけど、すごくこう熱いもの、まあ、熱い人なんでね、熱いものを感じて走って、うん、まあ最後ね、悔いが残るのは、まあ、ドリフトの神を倒せなかったことだけど、ね、なるほど、はい、まあそこはね、いつかもう一度ね、はい、まあ、いろんなステージがありますんで、はい、その時はまたよろしくお願いします。いろいろとありがとうございました。はい、さあそしてチャンピオン、はい、折戸さんとはよくね、スタート地点で、ハートが入ってる時に結構目でこうアイコンタクトするんですよ。行けよとかやれよっていうのをすごいジェスチャーとかでね、こう胸に手を当てて、やっぱりこう気持ちを高める上では通じるものはすごい自分は感じてました。なんで常に全開、そういうやっぱりスタイルっていうのはすごい憧れの部分でもあったんで、今日もね、スタート地点でちょっとアイコンタクト取って、ちょっとおちゃらけた雰囲気あるかなと思ったら、もう全くなくて、すごいもう集中してたんで、もう自分もこれ以上ないぐらいに本気でいこうと決めてスタートしたんですけど、最後まで綺麗に合わせ切ることはできなかったんですけど、すごい印象に残る一本でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。審査員として、そして選手として D1 を支えた折戸学。そのオンリーワンのキャラクターはいつまでもファンの記憶に残るだろう。本当に今日は僕のためにありがとう。子供の頃の夢だったレーサーになるという思いを叶えるためにドリフトを始めた折戸。そのターニングポイントにはいつもドリフトがあった。熱い思いを胸に常に夢を追い求めるドリフトスターの挑戦はまだまだ終わらない。